こんにちは、平山茂です。今日は9月1日水曜日、現在時刻は夕方5時を回りました。本日も1日お仕事を皆様お疲れ様でございました。お疲れ様です。本当にお疲れ様です。私はきっと今日はお休みだったので、こちら、公園なんですが、公園に来ております。はい、午前中はちょっとね、ドライブの動画を撮ろうかなと思っていろいろやったんですけど、思いのほかうまくいかなくてですね、今日は使いません今日は使いません。はい、唯一ですね、これは使えるかもと思った動画があるので、そちらだけ見ていただきましょうかね。ちょっとね、海を見てましたら、とある生物が現れました。どうぞ。結構大きいですね。尻尾がだいぶ長い、1メーター以上ありますね。虫？なんか痛いと思って、お前か。なんか刺された。なんか痛いと思ったら刺さ、このテーブルの裏に、毛虫これ。うわぁ、もう、今手もなんか刺さったわ。どうでした？エイです。エイがいたんです。それ以外の動画はちょっと使い物にならないので使いません。そんなこんなでね、この新米湖というところにたどり着きました、最後は。いやー、大丈夫ですね、大丈夫。まだ水曜日ですからね。とはいえ、もう中日ですから、ね。また今週もあとちょっと、あと半分。明日からも、ね、引き続き、楽しく行きましょう、楽しく。ということで、また明日、また明日お会いしましょう。平山茂でございました。おやすみなさい。刺さったな。